ミサイル艇3号は、海上自衛隊のミサイル艇、1号型ミサイル艇の3番艇。ミサイル艇3号は、平成4年度計画ミサイル艇823号艇として、住友重機械工業追浜造船所浦賀工場で1993年3月8日に、寄港され、1994年6月15日に、浸水、1995年3月13日に、 収益し、大港地方大霊下の余一防備隊、第一ミサイル艇隊に編入された。2010年6月24日、除籍。2006年9月5日19時20分頃、青森県宇津市の海上自衛隊大港基地に、停泊していたミサイル艇3号が 20mm 機関砲の作動確認中、実弾4発、栄光弾2発、訓練弾4発、計10発を誤射した。 基地内の倉庫、基地外の樹木に被弾婚が確認されたが人的被害、民家への被害はなかった。海上自衛隊では、事故の原因などについて調査した上、同年12月6日に関係者の懲戒処分が行われた。指揮監督義務違反により、大港地方総監が訓戒、4市防備隊司令が開国、第1ミサイル停滞司令が言及、職務上の注意義務違反により、 ミサイル艇3号艇長、同砲来長、同社会員及び同射撃員が停職処分を受けた。事故原因は同日に日本海で行われた射撃訓練後に撃ち残した弾があったにもかかわらず、撃ち尽くしたと奥断して残弾の確認を怠り、抜け弾を行わないまま機関砲の作動確認を行った人為的ミスによるもの。ありがとうございます。